さすが貨車だな、馬之助。同じ守護大名ながら、下野の国の御家風と、ここの佐々木館では、まさに月とすっぽん。翌朝、起き出てみると、総車は砦作りらしいが、うちの殿楼、庭園の隙など、野前の道目以上だった。遠くの高欄を、ちらと行く侍女やら、長老の美しさも、都ぶりそっくりを、この息吹の山城へ移し植えたとしか思えない。それにつけまた太郎は、当主高氏とは、そもどんな、と、今日の会見が変に待たれた。やがて、野前に訳した時刻になると、時左近が迎えに見え、二人を誘って、別な広間へ導いた。上座のしとねは、上下なしの意味か、親しみの心か、二つ並べて敷いてある。馬之助は、もちろん松座。そして又太郎だけがずっと進んで、その一つにつこうとしたとき、牢の杉戸口からつかつかと入ってきた佐々木高氏が、もう一つのしとねを前に、やあ、とだけ言って、一呼吸ほどな間をかき、ご着座を、進めながら自身も共に、どっかと座った。当時の作法、言うまでもなくあぐらである。ご迷惑とは存じたが、下野と近江とでは、またのお会いもいつの日かと、時が申すまま、お引き止め申した。お見知りおきください。身どもが、佐々木佐渡の判官高氏でおざる。ご同様に、足利又太郎高氏におざりまする。あははは、は、高氏と高氏、これが、誠の名乗り合いよの。刹那の印象では、この初対面も、又太郎には、何か心にそぐわない、他人を感じただけだった。足利高氏と、佐々木高氏、名乗りは同じであっても、どこ一つ、自分とは似ても似つかない。これは赤と、すぐやらいの期待も、たあいなくついえていた。が、佐々木高氏が、胸をそらして笑ったほがらかな顔と、その異形なる身なりとには、にわかに、まなこを拭わされたことでもある。予想とは全然外れていたことにしても、天下、数ある守護大名中には、こんな異例な大名もあるかと、改めて目前の一人物に、白紙となって、細やかな目を凝らさずにはいられなかった。昨日、みちみちでの、時左近の話だと、お年もあなたと同じくらい、と聞かされたが、今会ってみれば血と違う。二つ三つは上であろう。いや、風采といい、大人びた態度など、十も年上に覚えられる。が、やはり本当のところは、二十歳を少し出たくらいか。そんな若さなのにである。見れば佐々木は、見事に頭を青々と反りまろめた、入道高氏なのだった。と言って別に、発体ではない。身なりはむしろ、女装にも勝る絢爛さで、白地ぬめに、足で模様を、小村子の中に散らしたこそで、それへ、袖のない、神座羽織というものを着て、袴も、唐織らしいキラ、前差しの小刀も、微作な小金作りである。これ以上流行の息も尽くしようがないほどだ。かつまた、隠し化粧もしているのであるまいか、頬麗しく、口紅赤く、小鼻の脇のほくろに、公職的ないやらしさが気づかれるほかは、いかにも、近江七郡の守護大名らしい、恰幅の重さと、どこやらにずるさを隠した、微笑みまで備えている。